はい、どうもどうも、日暮瀬松です。今回は、こちらのね、車庫について、動画を、撮影していきたいと、思っているんですが、こちらの車庫たち、特にね、この、みんなから人気のある小さい方の車庫、こちらが、また脱皮をしました。で、脱皮をしたことで結構ね、大きくなったと思うんですよ。で、こちらの個体は、以前脱皮したっていう動画を上げた際と、同じぐらいのサイズになっているんですけど、結構ね、車庫がでかくなってきてくれたんですよ。なので、ちょっと大きめの、ザリガニをね、今回はこの車庫たちに、与えようかなと、思います。ではやっていきましょう。それではまずね、こちらの小さい個体に与えていきます。よし、では入れていきましょう。よっ。あ、ちょっとこっちが反応しちゃってるんですけど。うわ、でもやっぱすごいですね。もういつものホールドしている状態になりましたね。こっからはもう本当に車庫の一人勝ちっていう感じでどんどん食べていくんですけど、なかなかね、巣穴に帰っちゃって、食べてるところは見にくいので、一旦、大きい方にも与えていきます。こちらの大きい個体には、その大きさ相応にね、デカめの個体を与えます。よっ。うわ、すごいですね。ちょっと巣穴の奥に持って帰っちゃって見えないんですけど、すごいですね、本当に。あの硬いザリガニの甲羅がもうかなり分解っていうか割られていますね。ちょっとなかなか見えにくくて申し訳ないっていうか、全く見えてないと思うんですけど、そういった形になっています。こちらのね、小さい個体はこうカメラを向けるとなんか見に来てくれるっていうか、こっちにね、店に来てくれるんで、とても見やすいんですけど、こちらの個体ももう今は完全に食べ進めている状態になっていて、結構ね、タコでも見られたことなんですけど、やっぱり内臓の方、頭の方から食べ進めているっていう感じがしてて、その後に、尻尾などの身の部分を食べると思うんですけど、やはり内臓にね、一番栄養が詰まってるのかなって今回感じました。あ、帰っちゃったかな。あ、出てきてくれるかな。いや、すごいですね、本当にこう自然界でもやはりこのような形で、カニとか、魚とかそういった個体をね、食べてるのかなっていう風に感じました。すごい力強いね、感じがね、しましたね。結構どちらのね、モンハナシャコも、ザリガニを食べ進めていて、もう完全にザリガニは死亡してしまったという形になっています。もともと淡水の生き物なので、結構ね、海水に合わせた状態でザリガニを飼育して、でその中に住んでいる可能性がある寄生虫とかそういったものをね、落とす目的でやっていたんですけど、ザリガニって本当にこう浸透圧ストレスというか、そういったものにも、耐えることができて、普段はね、用水路などにも、生息しているんですけど、結構きつい域とかでもね、見られたりするんで、
まあ、本当にこう丈夫 でさらにこう淡水の魚とかだけでなく、海水の生き物にも、池江として与えられるのはとても、まあ、いいのかなっていうふうに思います。うん、まあ、幼虫外来生物からね、こう 特定外来生物に なってほしくないって思っちゃいますよね。やっぱ特定外来生物になると、あのその場でも殺して持って帰んないと、まあ、捕まってしまうので、まあ、ちょっと生贄にはねしづらくなってしまうんですよ。本当になんか生贄に適してるなっていうのをなんか今すごいひしひしと感じました。ちょっとピントが合ってなくて申し訳ないんですけど、もうこちらの大きい車庫の方はお腹側かな、お腹側から捕食を進めていますね。結構こう見るとシャコの食べるスピードってすごい遅い感じがありますよね。本当にタコとかと比べると。こちらの個体は横側から食べてるのかな、まあ甲羅の硬い部分から食べてる感じですね。まあ甲羅を割ってその中身を食べてるのかな。いや本当に昆虫みたいですよね。あの半妙でしたっけ、なんか昆虫に、昆虫なのかなんか虫にいるんですけど、それの色合いとなんか目とかもなんか似てて、まあ、見る人が見たらちょっと気持ち悪いイメージがついちゃうのかなと、なんかこう拙者で撮ってて感じました。はい、1日が経過しました。まあ、昨日の夜、ザリガニを与えて、でまあ、今朝、動画を撮影している最中になるんですが、特にね、あの甲羅が落ちてないんですよ。うん、まあ、結構シャコっていうのはあの脱皮をした際もその自分が、脱皮をしたっていうのをバレないために、あの穴の中にね脱皮殻を埋めるっていう、特性があるらしいんですよ。ちょっとこっちのねまたシャコが自分というかカメラに興味津々な感じなんですけど、まあ、そういった特性を持っているので、もしかしたらどこかに埋めてるのかもしれないですね。ちょっとあの前面は見れるんですけど後ろが見えないんで、何とも言えないんですけど、まあ、そんな印象を受けました。で、まあ、今ね見てもらった通りこっちのシャコ本当にでかくなりましたよね。うん、まあ、最初の冒頭でもね少しお話をさせていただいたんですけど、うん、まあ、かなりね順調に、成長しています。うん、で、今回は、ザリガニ、まあ、生きたザリガニを与えるっていう前もねその動画を上げたと思うんですけど、まあ、久しぶりに、ね、こちらの大きい方にね、生きた個体をあげることができてよかったかなと思っています。うん、今回はねかなりこうザリガニをやっぱりその海水で、飼育っていうか、まあ、一旦管理してから、こちらのシャコにあげたっていうこともあって、かなりこうダイナミックな、このザリガニも逃げるんでそれを追っかける、まあ、シャコっていう感じでね、とてもダイナミックな、うん、映像をお届けすることができたのかなと思っていて、とても大満足っていう感じです。はい、まあそんな感じでね、そろそろ、動画終わりにしたいと思います。うん、本当にねシャコもこっちのシャコが特に可愛いんですよね。ほらこんな感じで。でこっちのねペットショップから買った方はまあ一応来てはくれるけどっていう感じですね。うん、まあ慣れてくれたのかな。オスかメスかちょっとわからないんですけど、ちょっとオスメスの、区別の仕方分かる方ね、いらっしゃったらコメントでお願いします。という感じで、そろそろ動画終わりにしたいと思います。ここまでご視聴してくださった方、ご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さようなら、バイバイ。